の自然のクリス、自然の結晶がこの成長して、それがスワロスキーのクリスタルによってまた再現され、それでステラが生まれました。それでただシャンデリアを作るっていう発想ではなくて、本当に偶然の形でできた造形から生まれたその星そのものを今回デザインすることを考えました。デザイナーであるとか、まあ、アーティストであるとか、まあ、そういうカテゴリーの中に入っているものではなくて、どこにも存在しないような何か新しい価値を作りたいと思っています。物質的なものではなくて、よりその感覚的なものというか、人が感じる全ての、その要素を使ってデザインしたいと考えています。